先人たちも空から見ていることでしょう。第100回夏の甲子園球児の行進です。一人一人に物語があります。挫折を知った、怪我があった、うまくいかない、体が動かない、上達した、楽しさを知った、家族がいた、仲間に助けられた、負ける悔しさを知った、勝つ喜びを知った、それぞれの思いを持って甲子園です。しかしこれから純粋に白球を追う56校の球児たちの変わらない思いです。そしてそれは1915年第1回から変わらない球児たちの姿です。今年も始まります。第100回の夏が始まります。